か出ないか立ってるかいないですね。もっとだから持ってあげるといいかもね。で、正面横にテントがありましたね。この花柱を売られてます。一部100円です。そろそろ始まりますね。伊藤さんが英霊に応える会事務局長です。あ、小野田さん、曲がってるかな？大丈夫かな？皆様、大変長らくお待たせをいたしました。ただいまから第29回を迎えました。靖国神社の桜の花の下で、同期の桜を歌う会を開会をいたしたいと思います。開会に先立ちまして、246万湯柱の英霊に対しまして感謝の誠を捧げる黙祷を行いと存じます。ご参列の皆様方には大変恐縮でございますが、周り右をしていただきまして御本殿の方をお向き願います。黙祷を始めます。申し遅れましたが、本日の司会をお受けしておりました英霊に応える会中央本部事務局の伊藤茂と申します。ふらりでございますけれども、皆様方の最後までのご協力をよろしくお願い申し上げます。それでは続きまして、主催者を代表いたしまして、本実行委員会の会長であられます國學院大学大学院、塾院教授の大原康夫さんがご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。本日今雨が降り下ってきました。大変な、天候、台風並みの低気圧が近づいている中に多数の方がお集まりいただきました。雨を降ってまいりますので、どうぞご遠慮なく傘を掲げていただいて結構でございます。どうぞご遠慮なく。本会が主催する同期の桜を歌う会、桜の花の下ですけれども、残念ながら今年は10日ほど早かったものですから、
桜の葉の下で同期の桜を歌う会になっていたしなりましたけれども、しかし桜は散ってもさらに青葉が出てきます。だから戦没者は亡くなられましても、この追加といたしまして、我が国の今日の繁栄がある意味では花が散っても青葉が出る、これはまさしく戦没者がの捧げたかけがえない命が今日にもたらしたものと私自身は考え、桜の花ではなく葉の下でも同期の桜を歌うことは大変これ意義があると思っております。まあ、ご存じのように、本年は安倍内閣は発足して、何ヶ月かなりますけれども、靖国神社に在職中参拝することができなかったことを無念に思っているということを実感しております。安倍総理、今度春の例大祭に、どのような形でそれを表すのか、我々は、期待とともに、さらにそのこれからの靖国神社のあるべき姿を象徴する総理の参拝、ひいてはさらにそれが呼び込みを含まって天皇陛下のご心配を合う天皇陛下が一日も早く、実現することを心より願っておる次第でございます。まあ、その中でも、まあ、本当に雨が降り出しましたけれども、それだけ多くの方々がお集まりいただきまして、そしてわずかな時間でございますが、例年のごとくですね、精一杯同期の桜をはじめとする多くの文化、教科の類を、皆様と声を合わせて歌ってですね、そして我が国の本来の姿が一日も早く蘇り、それによってまた永遠の方々もですね、心から安心して、この靖国の森に沈まる日が、一日も早く到来することを願いまして、私の残念ながら大会の挨拶といたします。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは続きまして、ちょうど登壇者の後ろにあります、同期の桜の保護区分、こちらの花見割りを行いたいと思いますので、二手に分かれて、この周りにお集まりをいただきたいと思います。いや、欲しいな、動けないな。